この動画では日本農業新聞を読んで僕が気になる記事を皆様に紹介して一緒に勉強していこうという動画になります。僕の簡単なプロフィールはこんな感じです。最後まで視聴お願いします。今回で42回目になります。2024年9月7日土曜日の日本農業新聞からの記事になります。1番輸入米全量落札、マルマントン国産値上がりで外国産の売り渡し価格はいくらなのか。2番ふるさと納税に新潟米返礼品米全国で丸倍、新潟ではなんと丸倍。今回はこの2つの記事を紹介したいと思います。1番の輸入米全量落札っていう記事なんですけど、農水省は6日輸入米の媒介同時契約括弧 SBS の2024年度初回入札で契約予定数量の2万5000トンが全量落札したと公表した。国産米が不足し価格が大きく上昇する局面で輸入米を求める業者が急増した。申し込み数量が契約予定数量の3倍近くに及ぶなど引き合いの強さを示した。で輸入米、予定通り 2.5 万トン量を落札したってことで、ただ、卸業者とかが求める声がすごい多いっていう記事で、理由としてはその今のお米の高騰で値段が高いので輸入米も需要があったっていう記事です。で、外国産の売り渡し価格はどのぐらいなのかなって、僕もこれ気になるんですけど、 SBS 一般米の平均売り渡し価格は1キロ320円、数量の多い米国産ウルチ精米中流種1キロ318円と例年より高値にある。1キロ320円なんで、これが1票あたり60キロだと1万8000円って普通に結構いい値段っていうか、1万8000円もするのそれでも欲しいってこと。記事の続きによると、ただ国産米は一部取引価格が玄米で60キロ2万円台中盤となるほど高騰する。外国産米が値上がりしても割安感があると見る業者が増えたってことで、ちょっとなんか生産者としては絶対米は日本のうまいんで、理由としてはよく言われるんですけど、日本は梅雨があったりして豊富な水資源は世界的に見てもすごいっていう、それとあと四季があるっていう、ちょっと最近高温とかになってるんですけど、あと昔からずっと米を食べてるので、米作りっていうのはやっぱ世界で一番だと思ってて、で味もジャポニカ米っていうのが絶対一番美味しいと思ってるので、この記事にさっきあったように、米国産のウルチ精米中流粒っていうのは日本の米に近いかもしれないんですけど、絶対的に日本の方が美味しいので、値段が安いからって外国産のやつ買うっていうのはなんかあんまり、生産者としてはあんま良くないっていうか、なんか悔しいって思うのと、外国のお米でもこの60キロあたりにすると1万8000円とかになるんで、僕ら今その仮渡し金が、下の記事だと違うんですけど、福島県のコシヒカリ4000円上げっていう記事があって、1万6800円とかそういう風なので、直接取引とかじゃないんで、まだその値段は上がってくるもんだと思うんですけど、この SBS、一般的な平均の売り渡し価格が1票1万8000円以上なので、なんかこれは悔しいっていうか、うまいこと言ってないなってすごい思いました。あとなんかその今年も
米不足になったりして、いろいろまあこういうふうに海外のお米を輸入するとかして、またなんか来年以降在庫が残ったりするとか、なんかそういう調整がまあうまくいくのかが心配ですね。まあ大豆とかって今すごい海外からのやつが余ってて、国内のが値上げれないっていう現状が、まあこの動画のシリーズでも一回話したことあるんですけど、大豆はそういう状況だったりするので、まあ輸入品の農作物っていうのは悪いとは思わないんですけど、こう価格が安いのがいいっていう消費者の人もいると思うんですけど、まあなんか在庫が余分に余っちゃう大豆とかの話聞くと、まあこの辺の調整はやっぱ政府が慎重にしてほしい。まああと岸田総理から変わったりして農業政策もまた変わったりするかもしれないんですけど、その辺の引き継ぎとかもうまくしてほしいなと思うし、まあちょっと生産者としてはそういうふうにすごい思います。1番の記事については以上になります。2番のふるさと納税に新潟米っていう記事なんですけど、ふるさと納税って皆さんどうですかね、やってる人ってどのぐらいいるかわかんないんですけど、まあ僕も 2,3 年前ぐらいからふるさと納税やってて、仕組みとかはまあ完璧に言えるかって言ったらあれなんですけど、まあ要は住民税とか所得税、先払いっていう言い方おかしいかもしれないですけど、まあ働いてるとこにすぐ納めるんじゃなくて、まあ2000円多く払うことなんですけど、2000円プラス、まあそういう住民税とか所得税のお金を他の市町村に、まあ、寄付するっていう形で払って、まあそれで、まあ僕の場合はお肉とか、まあなんか、いろいろ水とかそういうのを代わりにもらっていう、まあ控除とかそういう感じになるんですけど、まあそれやると、まあ住民税給料が聞かれるときに少なくなったりして、まああとポイントとかも楽天で僕の場合やってるんですけど、楽天ポイントがついたりして、結構まあいい制度っていうか、まあやってない人いたらまあやった方がいいかなと思うんですけど、まあめんどくさかったりするんで、まあふるさと納税っていうのがあって、それの、まあ返礼品でお米が今、まあ全国的に多いみたいで、まあ記事によりますと、全国でふるさと納税の返礼品に米を求める8月の寄付件数が2023年2倍近く伸びたことが、ふるさと納税ポータブルサイトさとふるの集計で分かった。最も増えたのは新潟の約4倍。さとふるは市場価格の値上がりやスーパーでの不足感を背景に、ふるさと納税を通じて米を入手する寄付者が急増しているとみられている。まあ、結構見たことあるんですけど、お米の返礼品って北海道とか結構、まあ、新潟もですけど、結構あって、まあ、全国的に2倍で、まあ、新潟に至ったら4倍っていうことで、まあ、今回は以上になります。最後まで視聴ありがとうございました。